世界文化遺産国宝姫路城の守り神に茶を捧げる献茶式が今日城の大天守で行われました。この献茶式は姫路城昭和の大修理の竣工5周年を記念して城の守護神である長壁の狼に茶を捧げようと城の維持・保全に努める姫路城を守る会などが1969年に初めて開催し毎年6月1日に行われています。大天守1階での献茶式には茶道関係者や市民らおよそ100人が集まり表千家の家元代理三木町信行宗匠が濃茶と薄茶の二服を立て神前に備えました。姫路城は不戦不勝一度も戦っておりませんし一度も燃えてないとこういう城で、平和の象徴でございますので、ぜひ国内外からたくさんの方が、お越しいただくことを願っております。参加した人たちは優雅な所作を見守りながら城の平穏が末永く続くよう願っていました。